ブラディミール・ゲレーロ・ラモス・ジュニアは、カナダ連邦・ケベック州モントリオール出身の、プロ野球選手。ウトウ・右ギ MLB のトロントブルージェイズ所属。父のブラディミール・ゲレーロとおじのウィルトン・ゲレーロ、いとこのガブリエル・ゲレーロも元プロ野球選手。2015年7月2日に、トロントブルージェイズと契約して、プロ入り。2016年に、参加のアパラチアンリーグの、 ルーキー級ブルーフィールドブルージェイズでプロデビュー。62試合に出場して打率。271、8本塁打、46打点、15盗塁の成績を残し、8月にはアパラチアンリーグのオールスターチームに選出された。2017年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは26位、ブルージェイズの組織内では1位にランクインした。 シーズンでは、開幕から A 級、ランシングラグナッツでプレーし、7月には A 級ダニーデンブルージェイズへ昇格した。6月28日に、同じブルージェイズ参加所属の某、ビシェットと共に、同年のオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。2球団合計で119試合に出場して打率。323、13本塁打、76打点。 オプス910などの高成績を残した。2018年はマイナー全体で最高となる打率381超打率636オプス1.073をマーク。29二類打、20本類打、78打点、出塁率437など各部門で自己最高の成績を残し2試合連続無安打が一度もなかった。 内訳としては、A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツの61試合で打率40。402トリプル A 級バッファローバイソンズでの30試合で打率。336であった。この活躍により、ベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀選手賞、USA トゥデイマイナーリーグ年間最優秀選手賞を受賞した。また、 MLB パイプラインによる2018年シーズンの最優秀打者にも選出された。2019年はメジャーのスプリングトレーニングに参加したが、副社筋を痛めて3月10日に離脱した。開幕に出遅れたが、トリプル A 級バッファローでは8試合で打率。367.3本塁が8打点を記録した。4月24日、球団が26日に、 MLB 昇格させることを発表した。4月26日のオークランドアスレチックス戦で MLB 初昇格、初先発出場を果たすと、第4打席で、安名ロペティットから MLB 初安打となる二塁打を放ち、チームのサヨナラ勝ちに貢献した。5月14日のサンフランシスコジャイアンツ戦で MLB 初本塁打を放ち、20歳59日で、 球団の史上最年少記録を更新した。この週に計4本塁打を放ち、自身初のプレイヤーオブザウィークを受賞し、ここでも球団最年少記録を作った。同月31日には、MLB 全体の月間最多本塁打記録を更新する1135本目の本塁打を記録した。オールスターゲームの本塁打競争に選出された。 一回戦で29本塁打を放ち、1ラウンドの史上最多記録を打ち立てた。準決勝でも29本塁打を放ったが、対戦相手のジョク・ピーダーソンも並び、2回のサドンデスの末勝利した。決勝は疲労の影響もあり22本に止まり、ピート・アロンソに敗れた。K91 発も史上最多記録となった。m l b 一年目は二十三試合の出場で、打率。 272、15本類六69打点という成績を残した。新人王の投票では6位だった。2020年は一塁手へコンバートされた。同年は COVID-19 の影響で60試合制となる中で全試合に出場した。2021年4月27日のナショナルズ戦で MLB 史上7番目に若い1試合3本類打。 球団史上最年少での1試合3本類が MLB 史上最年少での1試合3本類が7打点を記録した。7月1日にファン投票で自身初となるオールスターゲームに選出された。オールスターゲーム前日の7月12日に2番1塁手で先発出場することが発表された。七月十三日に開催されたオールスターゲームでは一回表に オールスターゲーム初打席に立って、ナショナルズのマックス・シャーザーと対決したが、二塁ごろとなった。3回表に2打席目を迎えて、ブルワーズのコービン・バーンズと対決し、オールスターゲーム初本塁打を記録した。この本塁打は、オールスターゲーム史上通算200本目の本塁打だった。そして、父のゲレーロシニアも過去にオールスターゲームで本塁打を記録しており、 オールスターゲーム史上3組目となるオールスターゲームで本塁打を記録した親子となった。5回表に3打席目を迎えてマーリンズのトレバー・ロジャースと対決し、ゴロの間に打点を記録した。この活躍を受けて史上最年少の22歳119日でオールスターゲーム MVP を受賞した。7月17日にレンジャーズ戦でシーズン30本塁打を記録した。 愛称は、ブラッティ、ブラッティジュニア、ブラッド。父のブラディミール・ゲレーロが、モントリオール・エクスポズでプレーしていた1999年に、カナダのケベック州モントリオールで生まれた。そのため、ドミニカ国籍とカナダ国籍を持っている。しかし、大半はドミニカ共和国で育っているため、 母国語のスペイン語とケベック州の公用語で母親が流暢に話すフランス語を少し話すが英語は苦手であり普段は通訳を介してインタビューを受けているデビュー当初から注目されていた超有望株。MLB.com のプロスペクトランキングでは2017年度版で MLB 全体4位2018年度版で MLB 全体1位と非常に高評価を受けた 特に2018年度版では、ヒット美門で史上初となる最高評価の80という異次元の評価を受けている。父親譲りの長打力とバットスピードを有し、あらゆる方向に打ち分ける強打者。父は悪玉打ちで知られる傍ら、強打者にしては死球をあまり選ばないのが欠点であったが、ジュニアは優れた自精神と冷静さを持っており、死球を多く選ぶことができる。 一方、父は通算181盗塁を記録するなど俊足でも知られたが、総力はマイナー時代から平均にかと評価されている。太りやすい体質であり、以前から一類種や左翼種へのコンバートが予測されていた。ありがとうございます。